ク火。空火は中国の美的集団の子会社でドイツに本社を置く産業ロボット及びファクトリーオートメーション関連機器の製造メーカー。クカロボティクス株式会社は世界に25の子会社を持ち、空火のグローバル拠点はアメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、日本、中国、韓国、台湾、インド、欧州諸国にあり、販売、サービスの拠点であり、 産業用ロボットのシェアは世界2位である。ファナック、安川電機、アブグループと並んで世界4大産業用ロボットメーカーの一つ。同社はヨハン・ヨーゼフ・ケラーとジェイコブ・ナピッチによってドイツ・アウクスブルクで1898年に設立された。当初、同社の焦点は住宅と街路灯だったが、間もなく区下社は ヨーロッパでの共同社の市場リーダーになるために1966年他の製品、溶接機器や設備、ソリューションに注力した。1973年、クカ社は世界初の6軸産業用ロボットファミューラスを作った。この時、同社はクアントグループに属していた。1995年、クカロボティクス社とクックスシュバイソンロガンジーエンビッチ社、現、 区下システムズ社に分割された。2007年、区下社の世界で初めて下半重量1トンに達した産業用ロボットチタンが世界最大最強のロボットとしてギネスブックに登録される。2014年3月、海外発のロボット生産工場を中国の上海に建設する。2016年6月、同社は中国の美的集団の買収提案を受け入れ。 ヒット株主のホイットと、大株主のもすべての保有株を美的に売却し、株式公開買い付けは、同年8月3日に終了して美的は2回の、TOB で空可能94.55%も取得に成功。同年8月17日には、ドイツ政府は、買収は安全保障に危険は及ぼさないとして、不介入を表明した。同年12月31日には、 アメリカ合衆国政府も認可した。今日、区カ社は工業生産プロセスの自動化のために、ソリューションの進歩に注力しており、インダストリー4.0のリーディングカンパニーである。同社は上場企業、区カエージン社、以前の E ワカグループに属している。本社はアウクスブルク、ドイツに位置している。区カ社には3150人以上従業員がいる。 2012年9月30日現在、同社の顧客は主に自動車産業の企業だが他の産業、一般産業においても同様に増えている。区下社のシステムソフトウェアはオペレーティングソフトウェアとコントロール全体の同風心臓部。その中にあるすべての基本的な機能はロボットシステムの配置のために必要とされる場所設置されている。 ロボットは640-480ピクセルと統合された 6D マウスを装備したコントロールパネルを装備。コントロールパネルはマニピュレータを移動させたり、位置、タッチアップを修正したり、モジュール、関数、データリストなどが作成、修正される場所である。手動で軸を制御するには、コントロールパネル、KCP、または、区形コントロールパネルの背面に、 スイッチをアクティブにする必要があった。コントローラーへの接続は v g a インターフェースとキャンバスを使用している。制御キャビネットにある頑丈なコンピュータは MFC カードを介してロボットシステムと通信する。マニピュレータとコントロールの間の制御信号は、いわゆる ZRDW 接続を使用して転送さる。コントロールキャビネットにある Z カードは制御盤内のロボットソケット内の RDW カード。KRC1 ためのコントロールは、x w a クスベースのソフトウェアを実行するために、Windows 95を使用していた。周辺機器は、CD-ROM よびディスクドライブを含む、Ethernet、フィ o f i b u s i バス、デ r b u s d i v i c び足のソケット。新しい KRC2 タイプのコントロールは、Windows XP、 オペレーティングシステムを使用している。システムは CD-ROM ドライブ、USB ポート、イーソネット接続機能、プロファイバス、インターバス、デバイスネットおよびプロフィネット用の特徴のあるオプション接続が含まれる。ほとんどのロボットは、クカオレンジ、公式コーポレートカラー、または黒に仕上がっている。産業用ロボットの応用分野は多様化している。 機械の製品移動や荷上げ、荷下げに使われている。パレット積み、スポットアーク溶接は、多くの産業で使用されています。区下の産業用ロボットは、ゼネラルモーターズ、クライスラー、フォード、ポルシェ、BMW、テスラモーターズ、アウディ、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、フェラーリ、ハーレーダビッドソン、ボーイング、シーメンス、ノースロップ・グラマン、イケア、スワロフスキー、 ウォルマート、ネスレ、バドワイザー、コカ・コーラ等のような企業に利用されている。重い負荷の産業用ロボットの輸送のために重要な役割を果たすことができる。それらの負荷容量と自由な位置決めがしばしば用いられる。ロボットはまた食品業界でも利用されている。ここでは人間による荷上げ及び包装機械の搬出、肉を切る作業、 積み上げ作業と同様に品質コントロールしながら人間と機械の作業負荷を軽減している。建設業界では様々な使用方法がある。ロボットは材料の均一な流れを確保したり、さらなる処理と効率的な生産のために適用される。ガラス業界ではロボットはガラス生産の実験室で曲げ成形操作や規範。 および量産品の製造におけるガラスや石英ガラスの熱処理段階を処理する際に使われている。産業用ロボットは熱や汚れに強くダイカストマシン上で直接適用することができる。区価ロボットはまたバリ取り検索やドリルのような品質管理が必要な工程にも使用することができる。木材業界では検索、フライス加工、穴開け、切断、 パレタイジングや分類もロボットによってサポートすることができる。ロボットの主な作業領域は、掘削、粉砕、ノコギリ引きや曲げとパンチングのような操作を処理する。もちろん、産業用ロボットは、溶接、組み立て、荷上げにおろしに使用されている。セラミック、石材業界は、完全に自動 3D 処理に至るまで、石の破片のいわゆるブリッジソーイングのために、 産業用ロボットを使用している。連結売上高、クカロボティクス株式会社役員。連結売上高、クカエジー株式会社役員。クカロボットは、また、様々なハリウッド映画に登場している。ジェームズ・ボンドの映画、デイ・アナザー・デイで、アイスランドの氷の宮殿を描いたシーンでは、NSA のエージェント、ジンクス・ハルベリーが、は、レーザーを振り回すロボットに脅かされている。 ロン・ハワード監督の映画ダヴィンチ・コードでは、クカ・ロボットは、ロバート・ラングドン演じるトム・ハンクスのクリプテックスを演じている。2001年クカ社は、世界で初めて乗客を運ぶロボット、ロボコースターを開発した。乗り心地は、ロボットアームに取り付けられた、ローラーコースタースタイルシートを使用し、プログラムされた操縦で2人の乗客を、ジェットコースターのような動きで、 グラマブル操縦のシリーズを通って二人の乗客乗せた。乗客自身が乗る動きをプログラムすることもできる。2007年クカ社はロボコースターが基本となったシミュレーターを開発した。2010年からフロリダ州オーランドにあるユニバーサルアイランド・オブ・アドベンチャーにあるハリー・ポッターの革新的なアトラクションで区カロボットアーム技術が利用されている。乗車席は順番にトラックに搭載されている。 ロボットアームに取り付けられている。これは、小要素、アニメーション小道具、投影面などに同期してその動きを実行しながら、腕はアトラクションの中を動くことが出る。リオデジャネイロパラリンピックの開会式では、エーミーパーディとダンスを披露した。2009年8月には、区カエジー社の株主でもある、ドイツ企業、グレンゼワッハ、29%株式保有額か。 AG の原経営人に対して緊急会議を要請し原経営 a 人の見直しを示唆する発言があり、区下 AG はグレンゼバッハに対して緊急会議開催を拒んでいると全世界のマスメディアで報道された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。